もう今日一日中外出てたんでね、汗かいたりして髪ボサボサなんですけど、もうボサボサ。今お酒を飲んでもう眠いです。お酒飲むの早くない？時間が早くない？こんばんは。こんばんは。なんかね、昨日の今日だからかわかんないけど、めっちゃ顔むくんでんだよ今日今日顔むくみ大臣。頑張った次の日は顔がむくむよね。こんばんは。すごい、この服着てるとめっちゃ肩幅無限にある人みたい。いいですね。こんばんは。こんばんは。こちらは昨日の今日で足が棒です。え、私もふくらはぎがさ、パンパンすぎてさ、びっくりした。足がパンパンじゃんと思って。お、崎陽軒の横浜チャーハン弁当いいですね。私も昨日の夜ご飯シューマイ弁当とチャーハン弁当があったんで、チャーハン弁当選んだ。こんばんは。今日も横浜で無事喉が飲みました。あ、これですね。あ、くしゃみ出そう。いいですね。こんばんは。楽しそう。 OK、 こんばんは。明日はね、フォーですから、行かれる方はお楽しみいただけたらと思います。こんばんは。そう、今日大商店に行ってきたんですけど、大丸東京さんのめっちゃ可愛い衣装で、やっぱ最高やなって思いました。これ着たことあるとか、これどこどこでいついつに着たなみたいな、めっちゃ覚えてるわと思って自分。そう、そう、めっちゃ楽しかったです。こんばんは。卒業ドレスゾーンやばかったね。なんかめっちゃやっぱいいですね、ドレスっつうもんは幸せな気持ちになる。こんばんは。こんばんは。あそこ永遠に入れるね。やっぱさ、その引きずるぐらい後ろが長いスカートのドレスってめっちゃ可愛くない？なんかドレスって感じするよね。こんばんは。とっても楽しかった。ずっと鼻ムズムズしてる今日。
今日の服可愛いですね。なんかあんま着なさそうだよね私が。衣装店めっちゃ良かったんで、まだ行ってない方はぜひ足をお運びください。めっちゃ良かった、超良かったよ。なんかやっぱボリュームがすごいね本当に。こんばんは。あとは何の話しようかな。でもなんか東京駅人多すぎてびっくりした。めっちゃ人多いじゃんと思って、人の波に翻弄されながら、もう歩いてたよ。どこ行くにもこの時期は人が多くてな。でも今日ユニバは空いてたみたいですね。張り取りが40分待ちとかでした。待ち時間見たら、息もしないのにアプリで待ち時間見る女ね。こんばんは。それ3回目の衣装展、それはもう虜ですね。衣装の虜。こんばんは。サイのサイン見に行きたいな。あ、そう、めっちゃ下の方に書いてある。あのさ、サイン書くとこいくつかあって、1階の、生写真変えるところに、なんか多分ももちゃんとかの下に書いた。そうで、11階のとこはなんかその外の壁と、あとその衣装店の中に歴代メンバーのサイン、なんか落書きスペースみたいなところがあって、外のところはね、なんかリンリンとかの近くに書いたんじゃないかな。そうで、落書きコーナーみたいなとかマジめっちゃ下、もうほぼ床みたいなところに書いてきたんで、ぜひ探してください。赤で書きました、そこは。こんばんは。ぜひ。そうなの、8日までなの、もうあとちょっとなの。もっと早くね私行けばよかったんですけど、ちょっとコンサートでちょっと余裕がなかっちゃったっていうね。こんばんは。そんな感じで、でもとっても良かったです。楽しかった。好き衣装見つけられた？え、私の好きなバラの衣装もあったし、あと私の、言うの忘れたけど、私の好きななんか星がねいっぱい散りばめられてるコルセットの衣装があるんですけど、それもあってむっちゃ上がった。あー、これ好きな衣装だと。配信止まっちゃった、充電がない。充電器さします。よいしょ。チャラララン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 チャラララン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 、よいしょ。
ネイルでももう取っちゃう。これはもう今日取ります。また卒業ドレスが決まったらネイルしに行く。ネイルの予約しなくっちゃな。キャノンさんギフトありがとう。こんばんは。大丸、うちの会社が大丸の隣のビルなので、昨日の昼休みに衣装を見てきました。強すぎん。昼休みに見に行けるのちょっと強すぎん。こんばんは。こんばんは。これさ、今日リボンつけてるからさ、ちょっと横見た方が可愛いんだよね。真後ろだと見えない。ポニーテール、もう自分でヘアセットするときポニーテールが楽ちんすぎて、いつもポニーテールしちゃう。そう、じゃあやっぱり時間がないときは楽ちんですね。確かにポニーテール夏感あるよね。わかる。今日めちゃ眠い。めちゃくちゃ眠たい。爽やかな感じで夏らしくて嬉しい。首が出ちいました。昨日余韻で全然寝つけなかった。まあ楽しい時、楽しかった後ってなんか盛り上がっちゃって寝れないとかあるよね。あとあれだ、11日のしずく2公演です。よろしくお願いします。久しぶりのしずくだから思い出ししなくちゃ。次のしずくは、どこにいてもわかるんだのポジな気がする。ちょっと声カスカスだったけど今声カスカスすぎた。胸の、例えば廊下を歩いてて、その角を曲がってくる気配、すぐにサーチして。いい曲これです。まあでもみんなの気持ちもわかるよ。見に行きたいけど卒業公演控えてるしな、投げれないの気持ちはとてもわかる。こんばんは。その気持ちはわかるのでござる。なんか卒業公演だけはさ、今月どれぐらい公演に入ったとかさ、もう加味しないで抽選してほしいよね。それはちょっと話が変わってくるじゃないですかってなるよね。ぜひオンデマとかで見てください。2公演だからね。その昼公演はさ、あの夜公演は多分ミッサー推しカメラになるけど、昼公演は多分全体的に映してくれると思うので、オンデマでも結構楽しめるんじゃないかなと。夜公演はね、 VR の方が楽しい可能性ちょっと高いですけど、推しカメラになっちゃうんでね。
そう、ぜひ見てね。しずくの通常公演休止してから初じゃない？可愛さマックスの時に卒業とは、それね、そのね、あれなんですよ、卒業を控えたから可愛くなっているのか、可愛くなったところで卒業なのか、この時系列はね、どっちなんですかね。そう、こんばんは、こんばんは。こんばんは。昨日一緒に入った子サリン痩せたって言ってた。嬉しい。嬉しい。痩せたよ。ちょっと今はちょっと戻ってるけど痩せたよ。およよよよよよ、ちょっと頑張んないとな、卒業まで。もう一踏ん張り。明日からガチダイエットウィークが始まるぜ。10日間ぐらいと12日間ぐらいか、10日間ぐらいですね、だいたいね。10日くらいなら頑張れるやろ、自分。そう。ちょっと今日はコンサートの差し入れとかいっぱい食べちゃったんで。今日はちょっと、まあ、いっぱい食べちゃったんで、明日から、もうちょっと。まあ、今日いっぱい外歩いたしね。毎日湯船浸かろうかな。暑いから最近シャワーで済ましちゃうこと多いけど、毎日ちゃんと湯船浸かろうかな。そう、みんなに現実を見せていくスタイルで、数字を出すことによって、うわ、数字って現実味。あ、髪色は結局ね、真っ黒にしないことになりました。なんか昨日ね、メイクさん、一緒、違う、仲良しのメイクさんに会って、どうしようって言ったんだけど、なんか黒くすると重たくなっちゃうから、そう、多分今ぐらいの明るさ、明るくないんだけど、言うてもこうやって見たらめっちゃ黒だしね。そうそう、その方がなんかこう明るく華やかでいいよって言われて、確かにと思って、まあ黒信者が一定数いることは理解してるんですけど、それより華やか、そう、めっちゃ毛量が多いからさ、黒にするとめっちゃ重くなるんだよね。さや、そうなの、なんかマジで重力って感じ。地球の重力を感じるって感じ。そう、マジでそう。なので、まあその今すごいムラが、髪の毛ムラがある、色なんか謎のムラ、色ムラがあるんで、それは整えに行きますけど、黒にはしないかなって感じですですね。こんばんは。せーの、こっからの卒業公演までの頑張ること、頑張ることリスト作ろう。せっかくだから、ここにルーズリーフがあります。頑張ることリスト書いちゃおうっと。どのくらい達成できたか
自分で見れるようにね、なんか表でも書くか。私の頑張ることリスト、現実を受け入れる。大丈夫、お別れじゃないんだから。みんながさやのことを嫌いにならない限りお別れは来ないですからね。そう、みんながさやに飽き飽きしない限り、お別れじゃないから安心して。でさ、絶対物差しなくしたんだけど、なんで物差しがなくなるかな。もうずっとない、1年ぐらい物差しない、この家に。ちょっと厚紙を物差し代わりにさせていただきます。何を物差しにしようかな。これだ、これにしよう。ね、1年ないのはマジ変えようって話だね。本当にそう。まずじゃあ、このいっぱい色がつい入ってるペンで描きましょう。あ、見て、新品の玉ついてる。えい。取れない、取れた。まずですね、黒で、うわ、どうしよっかな。まず湯船に毎日入ること。湯ってこれで合ってんのかな、味。なんかキモいんだけど。湯船に毎日入る。こんばんは。1日1万歩歩く。この暑い夏に1万歩チャレンジ。でも東京住んでるとさ、割と1万歩って余裕じゃない。今日も1万歩行ったんだけどさ、だから家に引きこもってなかったら絶対行くのよ、買い物に行きさえすればね。よいしょ。あとは水2リットル飲む。そう、リボン可愛いでしょ。あとは腹筋頑張っちゃおう。せっかくだから10日間ぐらいなら私も続けられるはず。筋肉の筋。やばい、ういー、ありがとう。竹冠だけ忘れてた。なんかあれ、月に力じゃなんかキモいよなと思って、竹冠でした。腹筋はじゃあ YouTube にあるなんか1週間で割るみたいなやつを検索してやろう。腹筋って書いとくわ。でもう一個ぐらい、5個ぐらい貸したいな、何か自分に。そう、こんばんは。だって腹筋割れないんだよね。腹筋は割れないからみんな安心してほしい。マジで筋肉つかないから、ほんまに筋肉つかないね。すごいよね、逆に私の筋肉のつかなさ、不思議だよ。まあでも引き締まったらいいなという気持ち。あともう一個なんだろうな、なんかさやの痩せる、あ、腹
腹5分目まで、この10日間は腹5分目まで常に食べ物は。これにしよう。お腹いっぱいまで食べない。これで10日間のカレンダーを作って達成できたらチェックしていこう。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、12日間か。でも当日は入れないとして11日書けばいいんだ。ういー、え、確かに可愛いシールとか貼っちゃう。シール帳に大量にシールあるしね。確かに。どういう表にしたらいいんだ。2マスずつにするか。うわ、すごい、定規がないってこんなに不便なの。定規がないの不便すぎる。ちょっと待って、むず、めっちゃむずいじゃん。厚紙定規代わりって大変なのね。あー、すごい曲がった。なえた、めっちゃなえた。死ぬほど曲がった。もういいもん。そしたら全部フリーハンドで味ある表にしちゃうもんね。4、5、6、7、8、9、10、11、12。よし、いいぞ。こんばんは。達成できるかな。さや、もうなんか自信失ってきた。もう失ってきたよ。早いよ。さやの意志の弱さはね、一級品ですから。意志の弱さは一級品。何の誇れたことでもないけど。よし、あれなんか当日も入っちゃった。こんばんは。ね、11日ってえぐくない？もうそれしかないの私。結構ビビってる。ちょっとビビってるよ。頑張っていくわよ。こんばんは。チェックリストにしよう。よし、いい表だね。いい表だね。思ったより文字ちっちゃかったでしょ。11日間サリ頭の真ん中置いとこ。次の日からも置いとこ。置いといて。
ずーっと置いといて。ここで丸ニコちゃんマーク書いてこう。できたら頑張るぞ。さ、めっちゃニコちゃんマーク好きなんだよね。そう、ニコちゃんマーク可愛くてさ。なんか達成、一日全部できた日はシール貼っちゃったりしちゃったりし、なんかしちゃったりしようかしら。かわいいさよのシール帳、マジで全部かわいい、どのページもかわいい。もうマジここ気に入ってる、寿司シール。かわいい。かわいいね。ここも気に入ってるよ、さが海遊館で買ったシールゾーン。かわいい、海遊館あってさ、ジンベエザメいんの。かわいい、ジンベエザメいっぱいなの。海遊館シール超かわいい、お気にポイント。ゆい、かわいいね、かわいいね。ここも気に入ってる、シマエナガゾーン。あ、そう、見て、やばいっしょこれ。育ったアーシの、アーシのシール帳だいぶ育ったんやで。ここも気に入ってるけどね、やっぱなんか1ページシールでいっぱいにパンパンに詰まってると可愛いです。よいしょ。こんばんは。いいでしょう。ちょっと目標できた。カーザロ、こんばんは。10日で3キロっていけるんかな。頑張ればいけるか。頑張る。今日何時に始めたっけ？半からか。ずっと頭の中で小池流れてる。どうかしてる昔の彼氏に。心が動いた。逃した魚が大きく見えるなんてどうかしてる。近頃私は弱っているんだ。なんだか寂しくて思い出。なんだか寂しくて思い出、思い出に。アカペラだと分かんなくなっちゃった。思い出にまで手を出す。これじゃない？こんばんは。
エリーちゃんが小池好きなのがめっちゃおもろいんだよな。セリフ超完璧で笑っちゃった。まあ前もやってたもんね、コンサートでね、エリーちゃんが。でもあまりにも完璧だったから、なんかさ、その忘れちゃうじゃんセリフとかって、ちょっと空いたら。でも好きすぎてセリフ完璧やったもんね、最初のリハの時に。もうなんか1ミリも忘れた単語がなかった。もうサラ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 言ってて、びっくりしちゃった。すごないと思って。ね、愛おしいよ、エリーちゃん。エリーちゃん、エリーちゃんね、マジで愛おしい。大好き。ずっと友達でいてほしい。好きすぎてマジでずっと友達でいてほしい、私。めっちゃ劇場の合間とかずっと二人で喋ってるもんな。仲良す、仲良すです、仲良す。こんばんは。こんばんは。なんか人がいた家に急に一人に取り残されると寂しいな。寂しいな。こんばんは。まあすぐ卒業公演でもう会えるんですけどね。ママとパパが大変そうだったわ、休み取るのが。昨日のコンサートと立て続けだったからね。さっきまで母がいました、うちに。そうそう、パパ先帰ったんだけど、ママはうち泊まってったんで。確かに昨日平日だったし、次も平日だもんね。卒業公演平日なのもちょっと申し訳ないけど、みんなごめんね、みんなごめんね。こんばんは。父さん仲良し？めちゃ仲良し。パパと二人でディズニーとか行くぐらい仲良しだよ。まあ何年か前ですけど、でも、もう高校生の時とかだよ、私が。そう、二人でディズニーシー行きました。仲良くないわけないもんな、二人でディズニー行ってて。こんばんは。そっか、お盆ね、お盆ね、確かにお盆問題。ポニーテールってさ、昨日みたいにさ、ちょっと斜めにやるやつってさ、自力でできるんかな。あれはさ、メイクさんじゃないと無理なのかな。技術的なね、問題。でもなんか日常生活でサイドポニーしてる人って見たことないよね。いなくない？ステージじゃない？ステージだから許されない？羊ヘアとかもそうだけど、
できるもんだな。できちゃったわ。そもそもポニーテールで多分その土台ができてたからできちゃったな。確かに小学生になっちゃうか。確かにね、小学生だな。こういう感じで。あ、でも可愛くない？ちょっとここモコってしちゃった。ちょっとここがウィンってなっちゃったけど、ウィンってなっちゃったところはピンで留めましょう。いいじゃん、夏って感じだね。サイドポニーもちょいサイドぐらいだったらまだ小学生にはならない。もうここにしたら小学生やけど、完全にここにしたら小学生やけど、まだここならギリ許されそう。中学生ぐらい、そう、こうやってやったらさ普通に大人っぽいかな、普通のポニーかなって思ったらちょっと斜めみたいな。まあでも21ではないな、少なくとも21ではないかな、もしかしたらね。もう麻痺ってるのよアイドルやってると。なんかアイドルってどんな髪型してもさみんな許してくれるじゃない、可愛いって言ってくれるじゃん。だからさ麻痺っちゃう。何が今のその年齢からしてそうなのかがわからない、完全にわかんない。難しいね。でもかわいい、いい感じ。これ完全にさ自分の癖っ気なんだけど巻いたみたいになってる。巻いてるみたいになってる。これ私の癖、楽しい癖だね。あ、すごい、今日の運動が完成したよっていう通知来たわ。いい感じだよって。今日 6.8 キロも歩いてる。東京駅の中ぐるぐるしてたからね、ぐるぐるしてたから。昨日今日めっちゃ運動してた。コンサートってすごいな。コンサートすごいよね、見る側も体力使うよね、間違いなく。そうなんですよ。ずんだシェイク買ったよ。東京駅久しぶりに行ったからさ、あ、飲まなきゃと思ってずんだシェイク買った。でなんかそうママと半分こしようと思って一個ちっちゃいやつ買ったんだけど、ママがすごい気に入って、ママがウキウキでいっぱい飲んでてなんか嬉しかった。あ、さやが好きなものママが美味しいと言っていっぱい飲んでると思って嬉しかったです。なんか自分が好きなものをさ共有できた時って嬉しくない？そう、東京駅のねその大丸さんの中にあのずんだ茶寮さんっていう店があって、そこにね激うまずんだ餅とねずんだシェイクが売ってんのよ。どっちも美味しいからぜひみんな食べてほしい。ずんだ餅も食べてほしいし、ずんだシェイクも飲んでほしい。
こんばんは。マジでずんだはいいよ。なんであんな美味しいんだろうな、ずんだって魔の食べ物だと思う。本当にめっちゃ好き、マジで。あれ、なんかさ、ちょっとシェイク系で話すんだけど、スイカの何かを出すのってスタバですか？なんかもうすぐ出るよみたいな告知してたやつ、スタバか。飲みたいな。美味しいのかな。さ、スイカのさ、スイカ系のドリンクってあんまりハマったこと一回もないんだけど、実物の方がうまいなって思っちゃうタイプの人間やからあれなんだけど、ちょっと一回飲みたいですね。スイカちょっと気になるかも。スイカ、スイカ何あれ、スイカフラペチーノですか？フラペってるのかな。フラペチーノってなんだ、そもそも。フラペってるんだ。フラペチーノってさ、何、氷とシェイクシェイクしたやつ。ミルクは入ってない時もあるよね、フラペチーノってね。フラペってるっていうその動詞を作っちゃったんだけど今。フラペってるのかな。フラペってるってなんだ。どうやったらフラペチーノなんだ。フラペチーノってスタバでしか聞かない単語すぎてさ、わからんよね。フラッペとカプチーノらしい。あの造語ってこと？カプチーノって何ですか？え、カプチーノってさ、あのなんかミルク泡泡にしたコーヒーみたいなやつじゃないの？カプチーノってなんだ？もうダメだ。横文字は何もわからない。でもフラペチーノがその造語なのは初めて知った。なんか語呂良いよね、めっちゃ。こんばんは。でもさやは今レモンケーキのフラペチーノが飲みたくて、もうなくなっちゃったんですけど、難民になってる。マジでマジで探し求めてる今。あれの代わりを。あれさ、期間限定のフラペチーノでは珍しく3回も飲んだの。普段スタバに行かないのに。普段スタバはさ、あんま飲まないからさ、言うても月に2飲んだら多いかなみたいな時に、あれは3回行ったんだよ。あれを飲むためだけにスタバに行ったんだ。それはなんか暇だから、ちょっと空き時間できちゃったからスタバで時間潰そうじゃなくて、違う、あれが飲みたくてわざわざスタバに寄るぐらい好きだったの。あれもう出会えないのかな。また復刻してほしいよね。なんか人気だったのかな。人気のフラペチーノってさ、翌年もやったりするじゃん。ちょっとやってほしいな。人気であれ、あれ人気であれ、みんな好きであってくれ、あれお願いって思ってます。なんかピーチはね、さやになんかいまいちハマらなかったんで、美味しかったんだけどね。人気すぎてなくなってる姿は見んかった。え、そうなの、売り切れてる姿見たことない。あのレモンケーキフラペチーノみたいなやつ、レモンタルトか。え、なんか涙、なんで？やっぱレモンっていうのがさ、その何好み分かれるんかな。ゆうなちゃんには全然ハマってなかったんだよな。一口あげたら、ああなるほどね、まあ飲まないかなって言われた。ハマらなかったな。ピエン。でも逆にさえもピーチはハマらんかったからな、自分に。ピエン案件ですね。でもスイカはちょっと、スイカいつからなんだろう、もう始まってるのかな。ちょっと近々飲みたいところではある。まあスタバを飲むと一食スタバに持ってかれるんだけどね、カロリー的に。8月9から、あってことは卒業公演終わってからもやってそうだね。終わってから飲もうかな。
なんか一食スタバに持ってかれるの悔しいんだよね。全然お腹にたまらないのに一食食べれなくなるっていう、そのなんか悔しいからワテが食べようかな、飲もうかな。そうしよう、そうしよう、そうしよう。ポニーテールを揺らす。1ヶ月弱ぐらいは少なくともやるもんね、絶対に。スイカシェイクみたいなやつ飲もう。名前、正式名称全然わかんないの。へえ、スイカやるんだしか知らないっていう。スイカ大好き人間としてね、ちょっと飲まさせていただきます。楽しみに。ガブリスイカフラペチーノ。ガブリシリーズ多いですね。桃も今ガブリシリーズですよね。こんばんは。果物系はガブリになるんかな。実際にかじっちゃったみたいな味わいですよみたいなこと。そういうことなのかしら。どんなのかしら。そんな感じです。そういう最近そういう感じで生きてます。あとはね、何にアンテナを張ってるかな。スイカとドラゴンフルーツとパッションフルーツらしい。スイカスイカしてないね。それはドラゴンフルーツってなんかいまいちパッとした味しなかったイメージしかないし、パッションフルーツに関しては多分食べたことない。あー、じゃあちょっと楽しそう。なんか楽しみ、なんか口の中楽しそうじゃない。南国みたいな、南国フラペチーノみたいなことじゃん。もう組み合わせがいいじゃん。いいんじゃない。やっぱね、スイカオンリーだとね、なんか味にパンチが少ないんですよ。スイカ食べてて思うんですけど、そうだからやっぱそれぐらいいっぱい混ぜた方がパンチがあって口の中でパーリーを起こしてくれるんじゃない。みんなもぜひ、みんなぜひ、じゃあ朝より先に飲んでよ。感想聞かしてよ。それでさ、ウキウキで飲むからよ。みんなの感想聞いて、って。公園、重力シンパシーの日とかに飲んで。アレルギーあるの？ピエン。そっか、キウイね。キウイね。喉が痒くなっちゃったりする人多いよね。それはね、辛い。アレルギー辛いよね。アレルギー辛いのよ。悲しい。うちの母もキウイ痒くなっちゃう人でござんす。キウイ大好きなんだけどね、私。シンパシー前に飲みますね。最高、最高です。ぜひ飲んだ方は感想を聞かせてください。いつもサイリンの感想聞いてからなんです。あ、そうだ、みんなあれ飲んだ？タリーズのあのバナナヨーグルトみたいなやつ。そう、トゥイーティーのやつ飲んだ。あれ美味しくない？むっちゃ美味しくない？あれめっちゃ美味しかった。結構飲んだ報告いただきましたよ、僕。みんなに飲みましたよんって。なんかあのヨーグルト入ってんの結構良くない？ただのスムージーじゃなくてちょっとヨーグルトでさっぱりしてる感じがむっちゃ美味しかったの。あ、混ぜれば混ぜるほどね美味しいのよ。最初はちょっとこうどっちもこうストローを上の方で飲むか下の方で飲むかで別々で飲めて、うん美味しいってなって、後半こうやってシェイクして飲むとめっちゃ美味しいのよっていうのを飲んだ後に言うっていうね。みんなが飲んだ後にあれ美味しかったな。あとパッケージっていうかボトルがめっちゃ可愛い。トゥイーティーがデザインされてて可愛い。あのバナナが黄色だからさ、トゥイーティーの顔が書いてあってさ、その飲み物の黄色がトゥイーティーの色だからめっちゃ可愛いのよ。デザインが
激キャワですよね。みんなが飲んでくれてて嬉しいわ。みんなと共有していこう。情報交換、お互いにあれ美味しかったよこれ美味しかったよ交換していこうね。これからもよろしくな。ということで、そろそろ終わりにします。1時間ぐらい付き合ってくれてありがとう。トン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 。明日は、でも明日日曜日でしょ。昼間にショールームやっても、まあ、怒られないからみんなに休日受験だよって人にはちょっと申し訳ないんですけど、午前中にやるかもな。うわ、わかんない。なんか明日もねお出かけの予定があるから、メイクしながら配信しようかなって思ってます。まあそうですね、やろうかなって思ってます。で多分夜もやりますということで、ランキング見ます。13位としくんありがとうございます。12位ヤフカラホーさんありがとうございます。11位ともちさんありがとうございます。10位ソースイさんありがとうございます。9位わさっぴさんありがとうございます。8位バイコゾーさんありがとうございます。7位スノーさんありがとうございます。6位ケンケンさんありがとうございます。5位ピアノマンさんありがとうございます。2位ヤスさんありがとうございます。3位エチさんありがとうございます。2位タタヤマケンケンさんありがとうございます。そして1位はケロンさんありがとうございます。そう、今月はねいっぱいショールームしようと思ってるんで、昨日も2回配信したんですけど、明日もまあ朝できたら夜もやろうと思ってるんで2回配信になる可能性あります。ではまた明日、バイバーイ。でも朝早くはやんないからマジで9時、早くても9時とかだから、みんなあんま早起きしなくて大丈夫だよ。はい、またね